どうもレゴラジです。今回もですねブックオフで見つけてきた中古レゴの紹介となります。最近ちょっとねブックオフちょくちょくまた行けるようになってね、まあ行ったらまあこの時期結構出てるんですよね中古レゴ、まあ、ブックオフの中古レゴ、まあブックオフだけじゃないんだけど中古レゴはねやっぱり部屋の片付けとかねそういうののそういうことをするときにねいっぱい出回ったりするので、3月4月とかね夏休みとかあとは年末とかねこういう時期にいっぱい中古レゴ出てきます。ただね中古レゴねバラバラな商品とかだと出品までに時間がかかったりするようなのでね、年明けてからもねちょいちょい出てきたりもしますね。まあ時期によってドーンと出たり全くなかったりとかするのがあるのがまあブックオフ中古レゴ。ただね最近玩具力入れてるでしょうブックオフ。本がねもう全然出回らないからもう本は終わるだろうねもうね紙の本は。なのでねフィギュアとかさ家電とか服とかそういうのすごい力入れてるんだよねブックオフ。なのでね、結構ちょくちょく見に行った方がいいと思います。ということで今回はねなんだっけな、成績桜ヶ丘とか、なんだっけ、耳をすませばの方、あっちの方、タマか、タマ。タマ長山店で見つけたやつかな、これ。こちら、ヒーローファクトリーだね。なんだっけ、これ、バイオニクルみたいな感じのね。これ人気なんだよね、この袋のタイプのやつね。これは日本ではあんまり売られなかったのかね。でもまあ一応、これは日本版だね。このシリーズもね何個か持ってて開けてないでねそのまましまってあるんだよね。どうもねこういうのを組み立てるの苦手でさ、まあ、テクニックパーツがねいっぱい使われるんだけど、これでこのミニフィグね、これねこれを持ってなかったんだよね。でも買ってみようかなと思って、1760円なんだよね。まあ詳しいことは後々。はい、次箱。じゃん、スパイダーマンのスパイダーマン&サンドマン。これ動画にした気するな。これね動画したよね。これ900円。これ確かもう廃盤でね結構高くなっちゃってるんだよね。で4プラスのレゴなんだけど、これなかなかいいセットだよね。多分これが人気なのかな、こっちかな、わかんないけどね。900円、いいしょこれ。そんで最後がこちら、これも昔組み立て動画でやったよね。アルファチームの、ミッションディープシーってやつなのかな。これ製品番号が4797で、値段がこれ880円。これねこれはね中確認してから買ったんだけど、これねミニフィグ目当てだよね。これ名前なんて言うんだっけ、この子忘れちゃったな。説明書もねちゃんとついてるんですよ。これいいでしょ、ちょっと破れてるけど、これ組み立てたよね。これも動画にした気がするな。こんな感じで中すごいね。これ見てるだけ、漫画付きだ、漫画付き、これ見てるだけで楽しいよね。こんなこれやったね動画でね。多分ねパーツも揃ってるんだよねこれ、まあ、ゆっくりは見なかったんだけど、これね、これなんて言うんだっけこの人名前、忘れちゃったな。動画の時調べたんだよな。いや、じゃあコメントで教えてもらったんだっけな。これも人気だよね。まあ、これがちゃんとついてたってことで買ってきました。んじゃあこっち行こうか。こちらのセットはレゴスパイダーマン、スーパーヒーローズスパイダーマン VS サンドマンの対決。製品番号76172で、ピース数は45だね。2021年発売の、まだ去年のセットなんだ。でもこれ廃盤だよね。アマゾンがね、4700円ぐらいになっちゃってるね。結構高いね。4プラスだけどなかなかいいセットだった記憶がある。あと、この雲のね、パーツね。これね、これね。これちょっと映ってねえな。これか。これ。これ人気だよね。あとはね、タイヤも4個ついてるからね。で、これもプリントパーツだね。4プラスなんで、シールじゃないんだよね。だから今でも人気なのかな。このサンドマンについてはちょっと詳しくないんだけど、このパーツもね、なかなかいいよね。うん。
これ確か組み立て動画あると思うので、もし見つかったら、この辺右上に貼っておきます。そしてですね、こちらヒーローファクトリーの方は、これね、これアマゾン見てみると1万5000円とかになってるな。これはやりすぎだと思うんだけどね。まあもちろん廃盤で2014年発売、ピース数が113ピース。レゴヒーローファクトリーバルクドリルマシーン44025となっておりますね。これもね、なかなか珍しいパーツ入ってんだね。なんだこれ。これなんだろうね。これ。こんなのが入ってるんですよ。こんなの。こんなの。これ何なんだろう。こう曲げてみないとわかんないよね。な、開けんのもったいないな。こんなのも入ってんだね。ヒーローファクトリーってさ、なんか、骸骨っぽい感じのかっこいいバイクだっけ？あんなのはいくつかね、持ってたんだよね。組み立てて、飾ってた一瞬。今は飾ってないんだけどね。このヒーローファクトリーシリーズもね、今でも人気だよね。人気というか、出回んないから、出回った瞬間、出た瞬間にすぐ売れちゃうみたいな感じだよね。安ければね。ということで今回はね3種類中古レゴ買ってきたんですけど、まあ、どれも今では高値になってる商品でね、かなりお安くお得に買えたんじゃないでしょうか。まあ、これは積んどこうかな。これはね何個かね持ってるんだけど、もっと集まったらね一気に組み立ててみたいんだよね。こう開けたらもったいない気がするんだよな。いや売る前提ではないんだけどさ、もちろんねこれ欲しいんだよね。これが欲しくて買ったんだよね。これもね、そのうち、まあ、やることなくなったら開けるような感じだよね。で、これはね、もうミニフィグだけ。これは3つぐらい持ってるかな。これもね、欲しくて買ったんだけどね。これは飾るやつ。これだけね。こっちは、こっちも面白いんだけどね。まあ、多分動画あると思うんで、その辺はそちらをご確認ください。ということで、最後に、チャンネル登録、チャンネル登録。あのね、実はね、チャンネル登録めっちゃ増えてて、7000人今年中に行くかなーと思ったらもう行っちゃいそうなんだよね。ありがたい。本当ありがとうございます。皆様のおかげです。なのでね、まだチャンネル登録してないよという方いらっしゃいましたらね、こちらのチャンネル、まあ、レゴ、なんだろうな、最近組み立て動画出してないんだけどね、なんか中古動画出してる方がね、皆さん好きなようでね、見てもらえるんでね、買ってきただけの動画の方が人気なのかなとも思うし、でもね組み立てる動画も見たいという方もいると思うのでね、いろいろやっていきます。なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとツイッターのフォロー、動画への高評価もついででいいのでやっていてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。おつらじ。